試合、棄権させてごめん。どうして謝るんだよ。僕が自分で決めたことなんだ。なんだ、もう倒しちゃったのか。君も来たのか。俺も英雄の卵だからな。まあほんのちょっと遅れちゃったみたいだけど。二人とも試合を投げ出してきたのか。じゃあ結果は。僕が先に飛び出したから。待てよ、ほとんど同時だったじゃないか。でも誰が勝った方をコーチすると言った。俺は試合を見るとしか言ってないぞ。ヒーローにはただ強いだけではなく、人を思いやる心も大切だ。その点では二人とも合格と言える。だが、とっさの判断の遅れが大事になってしまうこともある。それじゃあ。なあ、タッチの差かよ。ま、しゃあねえか。まだ、名前を言ってなかったな。ザックスだ。おめでとう、ヘラクレス。ありがとう、ザックス。喜ぶのはまだ早いぞ。ヒーローになれるかどうかはこれからだ。そうだな。俺もまだ英雄になる夢を諦めちゃいないからな。本当は最初からコーチする方を変えるつもりなんてなかったんでしょ。当たり前だ。俺はハークの才能を信じている。だが今一つ伸び悩んでいてな。きっかけが必要だったんだ。ベントスと言ったかな。お前さんのおかげでハークは一回り成長した。礼を言う。俺の方だってハークと友達になれて嬉しかった。テラ、アクア、俺たちもまた一緒に笑い合えるよな。もう行くのか。うん、まだ旅の途中だからね。また会えるかい。ハークがヒーローになった姿を見に来るよ。俺が英雄になった姿もね。へえ、それっていつのことだよ。なんだと。